こんちは、翔太です。今回なんですけど、ショップのところですね、ちょっと私このサーバーがですね、このサーバーというダウンロードだけしておくか、このサーバーといいますか iPad でですね放置少女をやるっていうのがですねほぼほぼ初めてな状態で、ちょっと今 iPad でしか撮影できない状況になってしまっているので、ちょっと初めてですね開くものっていうのが結構多いんですけど、やっていこうかなというふうに思います。今回ですね、新章交換、こちらもう切り替わってますよね。切り替わってでいいんですよね、さすがに。ちょっと私先月多分見忘れていて、忘れていたら大変申し訳ないんですけど、だいたい月末にはもう変わっている印象があるので話していこうかなというふうに思います。で、今回なんですけど、楊貴妃と曹彰と土光尊、この3名が、UR のキャラクターとしてやってきております。で、曹彰はですねちょっと後で取ろうかなというふうに、今取っちゃうかも。曹彰は取ります。もう何でもダウンロードしないといけないですね、私。ちょっと取得画面はスキップさせていただきましたけど、さすがにちょっと2絆だったんで取りました。で、この UR のキャラクターたちっていうのは、紅翡翠5個消費して絆2しかゲットすることができなくて、ここだけで取ろうとすると、60回ですね、交換しないといけないっていうところになりまして、60回って紅翡翠300個必要なんですね。で、昔であれば300個使っても取っていい場面っていうのもあったんですけど、ちょっと今はですね月に2回、こちらの椿翡翠の交換がですねやってくるっていうところで、ここに30個使う方が多いと思うんですよ。なのでちょっとここで UR 取るっていうのは今みたいにもうあとわずかっていう時ですね、はやってもらったらいいかなと個人的には思うんですけど、基本的には椿翡翠に、30個貯めておいてもらうのがいいのかなと思っていて、でこのイベントが始まってからですねずっと椿翡翠に交換している方が多いかなと思うんですが、そういった方々はですね結構もう紅翡翠むしろ減ってきているはずなんですよ。私もメインのアカウント紅翡翠あり余っていたんですけど、椿翡翠に交換するようになって月に60個ですね消費するようになったので、正直ですね、かなり減ってきておりますので、個人的には皆様にもですね、UR というよりは紅翡翠の交換、椿翡翠の交換をしてもらう方がいいと思います。で、そんな中で今回、楊貴妃がですね、やってきているんですよ。ちょっと楊貴妃を一緒におすすめしようかなというふうに思ったんですけど、よくよく考えたら、椿翡翠10個、ゲットし、椿翡翠1個で、紅翡翠10個必要じゃないですか。で、ここで UR のキャラクター取ろうとすると、紅翡翠10個で絆4つしか取れないんですね。で、椿翡翠なら1個で絆5つゲットすることができるんで、いや、違うな。楊貴妃をおすすめしようと思ったけど、違いますね。やるなら曹彰ですかね、この中だと。一応、奥義いろいろ持っているようなキャラクターになりますので、やっちゃってもいいのかなというふうには思います。一応、UR までの奥義で3つあるキャラクターになるので、取得の優先度としては高くしてもいいかなと思います。それではですね、続いて UR じゃないわ、SSR のキャラクターたちを見ていこうかなと思います。今回は文王と巨友か、帝府、修善、女性、藩法、藩王、周遊、になっておりますけど、ちょっと一応ですね私は不安なので読み方を久しぶりに確認していこうかなというふうに思います。ちょっとですね、あやふやな状態で読むのもあれなのかなというふうに思いましたので、一応ちょっと確認しておこうと思います。ちょっと不安なのがバウン力とかじゃなくて女性でしょ、騎士祭を多いっていうんや。女英ね。巨友で合ってますね。巨友と修善で合ってますね。で、私いつも藩法か藩王かいつも迷うんですけど、ちょっと一応そこも確認させていただこうかなと思いますけど、あちらに関しては、もっと下か。この辺か。見たら止めることができるんですけど。あ、半法ですね、半法。そういったですね、お話は置いておいてやっていこうかなと思います。で、文をですね、まず見ていこうと思いますが、結構おすすめです。奥義ですね、5つ持っていて、UR1000 のキャラクター絡みますけど、UR までの奥義で HP7% っていう結構優秀な奥義を開くことができる。で、一応ですね、スキルで流血を敵に付与することができるので、使えんことはないっていう風な感じでおすすめです。で、続いて共有ですね、見ていこうと思います。奥義、利子絡んでいるんで、持っている方は多いかもしれないです。状態性無視の中では比較的開きやすい奥義ではあるんですけど、ちょっと今から利子取るかっていうと、ちょっと難しい部分もあるかなと思います。一応的に燃焼付与できるんで、このキャラクターの燃焼ダメージは期待せずに、燃焼ですね、他の燃焼キャラがあることによるメリットがあるキャラクターと組むっていうのはありかなと思います。続いてテーフですね。テーフは奥義結構あります。UR までの奥義も3つあって、ダメージ反射の奥義に絡んでいるっていうところと、比較的簡単に HP の奥義を開くことができるっていうところもおすすめかなというふうに個人的には思いました。ハンニバルはちょっと今から取るのはあまりないかなと思うので、一番下せっかく結構開きやすい奥義なんですけど、ちょっともったいない感はありますね。スキルは援護を付与するだけなので、この SSR の状態だと正直微妙なんですけど、UR1000 まで行くと反射爆弾としても使えるようになります。で、続いて修繕ですね、見ていこうと思います。このキャラクターはスルーでいいと思います。巴御前が取ることないと思いますので、一応盲目に適用することができるので、そこだけ覚えておいていただけると結構です。続いて女性ですね。奥義2つあって、ちょっとこれは無課金の方が開くような奥義ではないかなと思います。スキルもただのダメージなのでスルーで OK です。で、半法ですね、見ていこうと思います。奥義4つあります。ただUR までの奥義って観点で言うと2つしかないですね。で、体力値レベル ×10 と根気値レベル ×30 なんで、正直そんなに無理して取らなくてもいいと思います。スキルもダメージを与えるだけなので、優先度は、中ですね。下ではないって感じです。で、今回最強なのがこの周ですね、になっておりまして、ちょっと隠れてくれ。奥義ですね、6つあるようなキャラクターになっていて、UR までの奥義っていうのもめちゃめちゃ多くて、5つあるのか、あるような感じです。で、しかも結構ですね、命中値とか防御貫通とか砲術貫通とか物理貫通とかを周知に上げてくれるようなキャラクターになっているのでおすすめですし、スキル1も敵をやけどにすることができるんですね。っていうところで、やけどを付与することでボスにですね、ちびちびダメージを与えることもできるっていうところで非常に優秀かなと思います。なので、一番優秀なのは個人的には周遊かなというふうに思っていて、その次は、文王で、その次、テーフで、その次半法で、あとは総称行くか行かないかっていう風な感じかなと個人的には思いました。ちょっとほとんどのキャラクターがなんか使いにくいな。ドコーソンはいいです。これはスルーでいいかなと思います。今回の動画はですね、ここまでにしようかなという風に思います。周遊取れる方は、少なくとも周遊は言っといた方がいいかなと思うので、もしよければ狙ってもらえると嬉しいです。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。